ヨルゴス・パパヤニスは、ギリシャのバスケットボール選手。パナシナイコス BC 所属。ポジションはセンター。ギリシャ代表。ヨーゴス・ジョージの表記もある。2012年に GBL のペリステリー BC でプロデビュー。1年間プレーした後渡米し、ペンシルバニア州のウェストタウン高校に留学。ジョーダンブランドクラシックゲームにも出場するなと、有望株として注目されたが、 2014年にギリシャに帰国し、首都アテネのアメリカンスクールに編入後、パナシナイコス BC に入団。重大ながら主力として活躍し、NBA のスカウトジニア NCWA の有力校もパパギニアスに注目し、コネチカット大学、ケンタッキー大学、アリゾナ州立大学、テンプル大学、セントジョンズ大学、ノースカロライナ州立大学、 オレゴン州立大学の関係者がスカウトに訪れるほどになったが、パパギニアスは2015から16シーズン終了後にパナシナイコス bc の契約を買い取り、2016年4月26日に2016年の NBA ドラフトへのエントリーを表明。全体13位でフェニックス・サンズから指名された後、当日のトレードで権利がサクラメント・キングスに移動しキングスで NBA 生活を迎えることになった。ルーキーシーズンとなった2016から17シーズンは大半を参加のリノビッグホーンズで過ごしていたが、2017年3月17日のオクラホマシティサンダー戦で14得点11リバウンドを記録し、自身初のダブルダブルを達成した。2018年2月8日、キングスから解雇。3月8日、 ポートランドトレールブレイザーズと10日間契約を結んだ。3月18日、ブレイザーズと正式契約を結んだ。しかし、NBA では大成せず、現在はパナシナイコス BC に復帰している。ユース世代からギリシャ代表として活躍。U-18 欧州選手権では優勝に貢献した。ありがとうございます。